皆さんこんにちは、レック専任講師の根本です。今回公開模試、いろんなデータを調べたらびっくりすることが分かりました。 74% 何かというと、合格する方の下方の 74% がレックの模試を申し込んでいたんです。 74% です。74% かなりの率ですよね。4人に3人ですよ。つまりレック出ていた問題が本試験出た場合、4人に3人は取れてしまうということなんですね。こういった大規模を占めると、どんどんこのパーセンテージで上がっていきます。おそらく今年もこのパーセンテージ上がるでしょう。レックの模試をまだ申し込まれてない方、ぜひ1回でもいいです、ご検討ください。ではなんでこんだけ選ばれているのか、いろんな理由があると思います。一番大きいのはここだと思うんです。その点数、レベル感が本試験に合っている。細かい数字は見えないと思いますが、基準点の数字がこちら、本試験とレックの模試がほとんど似ています。難しすぎる問題にして基準点が18点、19点、そんな模試を受けたいですか。本試験と乖離しているものを直前期にやるというのは全くもって無駄です。レベル感がぴったり合った模試を選ぶべきでしょう。また選んだ方、実際に問題を見る、解説冊子を見て、ああいいなと皆さん言ってくれます。いくつかポイントがありまして、1つ目、シミュレーションができます。自分がどう解いたかということをぜひ思い出してください。レックの模試には本試験の実況中継が載っています。実際に合格レベルにある方はどんな風に問題を見て、どんな風に解いていたのか、どのあたりで焦り始めたのか、そういったものが載っているものが出ています。またレックの模試には復習度ランクがついています。1問ごとに取れるべき、差をつける、まあこれは無理だよねだけではありません。1足ずつにつき、これは抑えるべき、できればやって捨てていいよといったものを1足ずつ入れています。ですから復習効率的にできます。また単に答えが載ってるだけじゃない、この問題一見難しいけど4に着目すると終わるよとか、うとおで片付くよとか、こういう視点で見れば終わるよといった解き方も載っています。またもうレックのお箱です、論点ガイド。指導歴20年以上のレック、いろんな図表、いろんな整理図表を持っています。そういったものが出てくるので、いろんな知識がまとめられます。記述の方にもいろんなものが載っています。効率面、整理、そして添削。それ効率面についても過去にはないような整理の仕方が出ております。添付処理が一覧で分かるとか、本人確認情報が分かるとか、いうのはパッと見て分かるようになっています。また成績表についてもいろいろこだわっています。全体の成績表だけなく、基準点超え、基準点未満の方の分布図が出ていたりとか、あとはこの試験点、択一超えて均一の基準点というのは全体の半分ですよね。だから基準点超える方は、択一基準点超えた方は、自分が基準点超えのどれぐらいにいるのかってことをやっぱ見たいわけです。そのあたりも載せております。でこういった模試、いろんなパックが出ております。細かいものはこちら、このパンフレットの方にありますので、ぜひ手に取ってみてください。例えばこの方には実際どういうふうに解いた方がいいのかという先生のアドバイスが出ていたり、また得点、申し込むとどういう得点があるのかと、受験するとどういう得点がもらえるのかというとか、実際の講師がどういうふうに問題を解いているかといった動画が出ていたり、あとはあと一歩のレクチャー、講義、自分ではちょっと勉強したくないよなといったこの講義もついています。そして後ろの方には各種のガイダンスが出ています。こちらの方、一番上の方では
ちょっとこれきついなと思った方はぜひ受けてみて、危ないと思った方は聞いてください。また次、午後の方、時間を短縮したいと思っている方、ぜひ考えてみてください。また下の方、こちらの方では更新個別相談ができる機会を設けています。来校だけなく電話でも、全国のレックの方で、もしくはご自宅からでも電話で質問ができる、相談ができるようにしています。そして最後の本試験2週間前には、こちらこれぐらいはやってほしい、最低限これやってくれと、といったもののアドバイスをするといったガイダンスも用意しています。そして今年からなんですが、1日限定なんですけど、事実問題4問手に入る、そういった機会も設けています。ぜひこちらのガイダンスの方手に取って読んでみてください。ではこちらの動画は以上といたします。最後までご視聴ありがとうございました。